どうも、かますです。今日は以前紹介したチャンピオンズリーグ2021シーズンの公式球フィナーレを実際に蹴っていきたいと思います。こちらが実物になるのですが、まだ届いたばっかりで、ビニールがかぶったままになっているので、こちらを開封していきたいと思います。じゃあビニールを剥がしていきます。バラを比べてみると、まあ、こんな感じです。だいたい以前紹介したリーグ情報通り、1920シーズンよりだいぶ落ち着いた色合いのホワイト、ダークブルー、ターコイズ、オレンジを基調としたデザインになっています。またこのフィナーレと同時にアディダスプレデター20プラスとスーパー20の新カラースカイティントが合わせてリリースされ、まあ、CL でも今着用している選手が何人かいるので、同時にそれが見られると思います。パネル構造としては1920から採用されたスターパネルがわずかに重なっているデザインはそのまま継続されているんですが、今回一番の変更と言ってもいいかなと思うアッパー素材のデザインが変更されています。1920シーズンでは細かい四角が並んだ表面だったのに対して、2021シーズンでは均等に並べられた星型の凹凸が特徴的になっています。革自体の硬さや反発性はそんなに変わってないと思うんですが、表面のザラザラ凹凸が星型になったのがやっぱ一番の変化かなと思います。どちらかというと1920シーズンではこの色がついているカラー部分がザラザラしてマット性があったんですが、今回は逆になってこのカラーがある部分がツルツルしてスター部分がザラザラしているような感じがします。では実際に蹴っていきたいと思います。ちょうど3シーズンのグループステージで使用されていた公式球があるので蹴り比べてみたいと思います。じゃあ蹴り比べてみたいと思います。一通り蹴ってみて、まあ昨シーズンと対して感覚的には変わらない感じがしますね。ただまあこれはしょうがないんですけども、今シーズンは白っぽい色が多く使われているため、人工芝などで使うとこのように1時間蹴っただけでもこれぐらい汚れが目立つくらい結構黒くなっちゃいますね。まあ、芝とかだとはそんなに分かんないのかもしれないですけど、土とか人工芝だと黒とか汚れが目立つのかもしれませんね。ただ表面の皮がいい質の皮を使っているので、多分簡単に人工芝などの汚れは落ちるんじゃないかなとは思います。
まあ、やっぱりこのフィナーレシリーズは個人的にはデザインが好きですし、まあ、大会が好きなので、まあ、このフィナーレは今後多分新しいモデルも買っていきたいなと思います。